補欠本城は愛媛県宇和島市に存在した日本の城、宇和島市指定史跡。補欠湾に突出した標高43.5メートルの丘陵上に位置し、三方は絶壁で途中に三段の石垣が築かれていた。補欠市が犬尾城から移した同士の本城であり、東城を囲むように存在した6つの砦と合わせて、補欠市地と呼ばれた。 領地として、高4040余石を領する。東条は、南北朝時代に築かれたとも言われ、西恩寺市を守る、重要拠点となった。追記年代については、今治市大三島町宮保島縁房の、東縁房大繁荷境奥垣に、欧米28年に、補欠在城とあることから、15世紀初頭頃とする、意見もある。天文から永六年間にかけて、 大友氏の水軍により侵攻を受け、補欠前のベラは、和海の水軍を率いて、これを迎撃した。また、土佐一条氏を助けて、長祖壁氏と対峙した時期もあった。天正十三年に、四国の役が行われ、前のベは降伏して、小早川高陰の下で、九州征伐に従軍した。その後、畜四国に去ったとも言う。 1974年3月1日に当時の吉田町により指定史跡となった。現在は宇和島市指定史跡。ありがとうございます。